こんばんは。ウェザーニュースキャスターの松井彩香です。明日の天気をしっかりと確認していきましょう。では全国の明日のお天気アイコンです。明日は西高東低冬型のお天気となりそうです。まずは沖縄ですが、本島ほど晴れて日差しが届きます。ただ先島諸島を含めて各地にわか雨にご注意ください。その他西日本から東日本にかけて太平洋側ほどしっかりと日差しが届きそうです。それでも寒さは優勢となりそうです。一方で日本海側では雲の多い空、明日の外出には傘が必要です。特に北陸周辺ではざっと強まることもありますのでご注意ください。そして北日本なんですが、札幌で雪のアイコンがついています。日本海側では大雪や吹雪の恐れがありますので、今後も最新のお天気情報をご確認ください。一方太平洋側では日差しのチャンスもありますが、にわか雨やにわか雪にご注意ください。以上、明日のお天気をお伝えしました。今日も一日お疲れ様でした。